8月のシンデレラ9。はい、どうもこんにちは、ガノです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今日はですね、先ほどね、そのミオちゃんのね、ガチャ動画出したんですけども、でそれとは別にですね、今月のね、12月1日に実は僕ね、動画投稿から、始めてね、3年経ったわけなんですけども、でなんかね、その事前にそういう記念動画的なもの、出そうかなとかって思ったんですけども、すっかり忘れてまして普通にもう今日までずっと忘れてて、あ、そういえばみたいな感じでそう気づいて、でね、記念動画っていうわけでもないんですけども、過去のね、ちょっと動画一個ね、ちょっと見直そうっていうね、動画に、なります。僕の声とかも入っていたりしつつで、で、何を見返すかっていうと、今年ね、実装されたっていうか、今年なのかな？とりあえずね、そのリーグマッチあるじゃないですか。で、リーグマッチで、とにかくね、ずっとね、本当勝ち続けていくと、最後、海王戦とね、やることに、海王と戦うことに、なるじゃないですか。でね、その海王がさ、その、当時ね、今となってはそんなに難しくないんですけど、環境変わってね。で、当時のその海王戦ってね、もう地獄だったんですよね。そう、絶望してた人がね、多分多いと思うんですよ。僕も含めて。で、その絶望している模様を、の動画を、見返していこうっていう動画です、今日は。ちょっとね、多分もう何にも覚えてないです。もう結構前の動画なんでね。何も覚えてないんですけども、当時のね、もう最高難易度のイベント、イベント戦で、のその海王と戦ってる様子を、見ていきましょうっていう感じです。ではね、そこまでね、移動していきましょう。はい。ではね、こちらね、例の動画になりますね。で、オープニングの方の、最初の方の部分を、飛ばしたような感じ。で、再生を、再開すれば、本編が、流れ出すよっていう感じですね。いやー、全くね、その、どういう感じだったかは、どういうことを喋ってたのかとか、全く覚えてませんけど、見ていきましょう。はい。はい、どうもこんにちは、ガロです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。あ、なんか懐かしいね。変わってますからね、このリーグマッチの画面も。プラチナ、ランクのね、試合なんですけども、これボス戦笑っております。これ見ての通り海洋高校なんですけどで、この海洋高校がめちゃくちゃ強い。そう、めちゃくちゃ強かったんだよな。まずこれ初見、初見じゃないんですけどね、これね。5で、でね、ムードブレイク、持ち。で、王者の風格の内容、ね、試合開始時に発動。海洋高校の調子を絶好調まで上昇。相手チームの調子を普通にし、調子上昇系の効果を無効。これ普通に考えてめちゃくちゃだよ、ね。両チーム普通にされて、で、しかも調子にチームのムードが上げることができないっていう、もう完全普通固定で。反則かっていうね。で、敵が絶好調でしょ。このムードブレイクがね、クソ強いんですよ。そう、めちゃくちゃ強い。ね、こちらの調子かかわらず、もう普通にされちゃうんで、全員。これで、長井ちゃんとか、ああいう調子上昇系の効果も一切ね、適用されないんで。難しいっていうか、やばいっすよね、これね。普通の対人戦よりもね、圧倒的に難しいです。そう、むずく感じた。で、僕もね、これ一回やったんですよ。普通の対人戦の方が簡単に思えて。コールド負け、ボコボコにされました。で、こっちはもう絶望しましたからね。で、今回ね、ちょっとね、またね、再チャレンジっていう感じで挑むんですけど、さあ、メンバーどんな感じでやった？ちょっとね、オーダーをね、猫車が入ってる。意味ないかもしれませんけど。これね、まだ SSS プラス1なんだ。パイセン懐かしいね。これ今年の話なんだけどね。守備、あ、なんか、画面、オーダー画面もそう、これだったんですよね。習得させてもう今もうリニューアルされてね。あともう、系統、系統で。よくなりましたけど。言ってもいいのかなっていう。懐かしいね、オーダー画面からすれば。とりあえず中継ぎ多めで、入れております。あ、中継ぎ確かにいっぱい入ってます。神宮寺さんとか、倉敷ちゃんとか。ちょっとこれでね、やってみましょう。はい。いや、猫グルマ確か全然これ意味なかったような気がする。さあ行きましょう。調子関係ないんだよ、ね。ああ、ボコボコにまたやられるんだろうな。そう、やられるんですよ。はい。こちらが先行ですね。さ
さあ、まあ、ムードブレーカー発動で、まあ、先行固定ですね、こちらは。まあ、絶好調まで、向こうは上がって、この通り。画面懐かしいね。数値化されてないもんな。こちらは全員普通に落とされます。はい。さあ、まあ、とりあえずね、やってみましょう。カマンベル倍戦が強いのよ、もう。おエラー。おエラーです。これ、大丈夫だけど、ダブルベル守備もね、リンちゃんやらかしてんのよ。あ、嫁様弱えな、はい、ミート、猫グルムパイセンで落としてはしたんですけど、ミート B で、あと猫グルムは一応ミート B で、一応聞いてる感じ。やべえ、これ全然意味ないかもしれない。ミートバーガー。はい、でアウト。うん。あ、意味ないやつ。意味ねえ。ほら、意味がなかった。まあ、そうだよね。この辺、うん。そう。相良さんですね。いやこれ、多分ね、敵の能力値が高すぎて、そのデバフが追いついてないんじゃないかな。ホームラン打たれておるし。無理だな。ホームラン。おー、2者連続ホームラン。もうどんどん、レナさんもずるずると、どん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 、連打浴びていく。だから意味ないわ。さあ、猫車意味なくて、ソラちゃんに変えるって。で、さあ、どうする？あ、意味ないね。アウト。ムードメーターがね、もうマイナス食らっちゃってるんでね。マイナス食らって敵がこの能力値ってね、もう絶望しかない。効果。きつ。きついよね。行き過ぎでしょ。うん。で、出塁ができない。そう、出塁ができないのよ。スキルさ、くっつけてこれだもんな。うん、はい。で、ヒットで。守備スキルね、もうね、この時意味なかったもんでね。抑えられている。で、さあ、また、大和田ちゃんが出塁してますけども。で、レナ様。ああ、もう無理だ。スリラ。無理だな、無理、強すぎる。レナ様、とどめの一発です。アウト、アウト。うん、まあ、そうこれ、やばいよね。もう、ほんとやばいって思ったもん。長打警戒いきましょう。まあ、ヒット。モブでこれ、モブでも強いからね。もう、きつすぎるんだよな。で、アカネちゃんのスキルがね、これ、通用しないのよ。運も絡むよね。敵の打力がね、もう攻撃力半端なくて。で、ムードメーターもマイナス食らってるし。またコールド負けになる。もう投げやりになってるもん。で、ヒットで、マイナス3で、もう、はもう変えないとダメよ。一応、まあでももう諦めてんだろうね、これね。こんなのどう巻き返せと。いやー、まあそれ以外にね、投手交代してないのも。こっち全然打てないもん。もう諦めてんだろうね、これね。絶望しちゃって。4回裏。ちょっと厳しい。長打警戒やってもヒットも。ヒット打ちすぎ。おお、珍しくね、レナ様がアウト。これ、運がきついわ。まあ、流し打ち。流し打ち意味ないけどね、負けそうだわ。ほら、コールド負け。16対0。ああ、もうね、そう、2連続負け。1回目もこんな感じっす。1点も取れないのよね。そう、どうやってまずこれ点取るよっていう話になってたんですよね。運するしかないっていう感じですね。うん。いや、今ではね、もう環境変わってね、まあ、海洋戦も楽ですよ。変えてみて、やってみますけど。楽勝ですよ。意味ないと思う。いや、この時はね、出たばっかの時はね、絶望してたんですよね。絶望してた人多いでしょ、これね。まあ、リーグマッチを、道中楽しみつつ、まあ、海洋高校。まだね、リーグマッチできたばっかだから、対人戦楽しかったんですよね。うん。まあ、無理だと思います。でもね、海洋高校ってストーリー上めちゃくちゃ強いので、諦めたらそこで試合終了ですよ。なんかね、ちょっと嬉しい。うん、そうそう。海洋、本物の海洋をなんかって感じがしてね、嬉しかったんですよね。はい、っていうような感じでした。いやー、まあね、もうなんか懐かしいね、いろいろと。まあ、それ以前、試合以前にオーダー画面であったりだとか、まあ試合画面とかもね、もう今となってはね、もうだいぶ変わってますんで、うん。まあ、だもんでね、そういう懐かしむくさも見つつ、で、猫車がほんと意味なかったね。うん。でね、これ数ヶ月後に、まあ紅白戦で、これと同じ強さで、まあ誰でもね、まあこれね、リーグマッチで勝ち続けないと海洋にそもそも挑めないっていう感じだったんですけども、まあ数ヶ月後の、紅白戦でね、誰でもね、気軽に挑戦できますよっていう感じで、で、さらに絶望した人がね、多くてね、で、まあ僕のこの時のね、気持ちをね、多くの方が知ってくれて、ちょっと嬉しかった。うん。そんな感じでね。まあ今後もね、もしかしたらね、また高難易度イベントがね、まあ環境も変わってますんで、これよりもね、さらに難しいイベントがね、まあ来るかもしれませんけど、まあ絶望は多分すると思うんですけど、僕もね、多分初見では勝てないと思うんでね、これ以上強いね、またイベントが出てきても。でもね、やっぱ勝った時とね、嬉しさですよ。うん。まあね、すごくね、まあ、ボコボコにされて心が折れてたのがね、ちょっと蘇ってきました。
うん。まあね、ちょっとね、懐かしく思えて、よかったと思います。はい。ということで、今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。